今回はピカチュウがリード。この調子ピカチュウね、本当こう一人ですごいね、実力が上がってきて、もう強くなってるピカチュウなんで。お、さあ結構地上でテイル振りますね、まんま尻尾。さあ会場からなんか「ありがとう」って声が聞こえました。
あー、いいね。ニャンさんに感謝している声が。あー、取り返して、山岸さんに当てたらしっかりちゃんと振り抜いて投げた。これで1対1と最後の1本で全てが決まると。勝てばスクリーン。そうですね、勝てばスクリーンですね。まずいルーザーズ側でのありとはなってしまいますが、勝てばスクリーンです。しゃがんでる。うわ、うまい。あ、ダウンしないのか。でも許される。ええー、や後ろ蹴り。さあピカチュウがもうどうやって立ち込むかっていうのはやっぱ結構難しいところありますね。なんか結構様子見しつつ時々ぶっ込んでいくっていうような感じですかね。わあ、うまいですね今の。今の小ジャンプねはすごいうまい。踏ん張りというかブロッキング対策ですね。ブロッキング対策。ああ、なるほど。あのままダッシュして投げに行くとブロッキングされてたりするんで、ちょっとワンテンポ置いて NA をやる。ああ、これは。あとわけわかんないさ、ブロッキング。後ろ蹴りで終わるかですね。さあ本当にイーブン。ああ、ほら今のもまたブロッキング対策ですね。なるほど。ああ、ふんばり。しかし何回もやられているからこっちも分かっ、なるほど、知ってるぜとやんばかりのあのふんばりでしたね。さあお互いうまい。踏ん張りは相手のプレイのケアが早い。うまい。しなくてきてる。振り向いたのでもしなかったですね。どうせどうもすればよかったのか。 89% さあ本当にイーブンですねお二人。さあどっちを読む。ああ、うまいですね結果が。あれはなかなかないコース。あれなかなか出せない。いったらもう即死コース。ふんばり対策はやっぱあの NA がいいんすかね。ああ。これは。おお。さあパーセントはだいぶ高いが、よしが1リードと。ああ、本当にイーブン。さっきからずっと。先に取りたいですね、この一足。私ならここの一足取れない時点でもうなんかもうメンタル崩壊して負けを見たなんかいうような感じのフォークメンタルなんで。あー、おっと、あ、投げれないの。さあ、見てる。さあ、ここで、あー、今のは左右台の一振り乗りからのあれなんかなかったんですかね。どうなんだろう、上様が届くかどうかっていうのはあれですね。セット判定のフードロップがちょっと難しい。あ、さあちょっと前かがみになっているか。よしよし、あ、よし、上司ピカチュウ。でも確かにちょっと前かがみになりたいですが、しかしそうなると前差し込みがちょっと増えてしまって、しっかりそれを買ってくると。おお、34。うん、あれはできない上司には。わけがわからない今の流れ。あこれは怖いぞ。あ、これはジャンプ。おお、さあこれは、ああ、
一発を狙いに来ましたがね、しっかりそれ、その一発で来られるの。おっ、あーっと降りれませんでした今。おっ、今日間に合わない。さあ、うまい、うまい、相当練習してますね。あっ、もう生きてた。あっ、おお出た出たさっきまでなら少女の NA をしていたとこ、ね、いや欲が出て投げに行きましたね。そこをしっかりブロってくるプリンスよ。